ただいまより岸田外務大臣による記者会見を行います。大臣お願いします。はい、今日はこちらからは発言はありません。お願いします。質問のある方は社名とお名前を伏してお願いします。はい、会社カメラをマイクを渡してください。テレビ東京の鵜飼と申します。はい、昨日 の中国軍とロシア軍 の尖閣諸島への接続水域侵入の件なんですけれど、はい、昨日政府は NSC も開きましたけれども、うん、現状この両国の狙いについてどのように分析されているのか、昨日から分析は始めていると思うんですけど、現状教えていただけることがあれば教えてください。ですね、昨日ご指摘のようにNSC、を、開き、この事案につきましてはさまざまな、情報を、共有し、検討を、行っております。ただこうした中国等のこの意図につきまして、公の場で何か申し上げる立場にはないと考えています。引き続き、情報収集分析には当たりたいと思いますし、いずれにせよ、今回の、事案につきましては、この、緊張を一方的に高める行為であるということで、この深刻に懸念をしております。引き続き注視していきたいと考えます。はい、はい、昨日この件で佐伯次官は定価大使に直接抗議をしましたけれども、今後岸田大臣が中国側に対して何か直接この件について話すご予定というのはあるんでしょうか。今具体的に直接私自身が何かするという予定はありません。引き続き、情勢をしっかりと、確認した上で、その状況に応じて適切に対応していきたいと考えます。はい、千々岩さん。テレビ朝日千々岩です。関連ですけれども、これまでその尖閣諸島周辺では海上保安庁と中国の海警が対応するという警察権の行使だったわけですけれども、艦船が出てきたということで、これは大臣はその危機のレベルが上がったと見てらっしゃいますか、それとも一時的なものと見てらっしゃいますか。先ほど申したように、中国側の、意図について申し上げる立場にはないと思います。ただ中国に関しましては、尖閣諸島に関して、従来から独自の主張を行い、そして、公船による、領海侵入を、行って、きました。その上でこの度初めて、海軍艦艇をその接続水域に入域させたこと、このことは緊張を一方的に高める行為であると考えます。そうしたことから深刻に懸念をしている次第です。今後については引き続き注視をしていきたいと考えます。はい、安倍さん。朝日新聞安倍です。日中関係についてですけれども、大臣は4月末の講演でも日中関係は改善の基調にあるというふうに話してこられました。その後5月の訪中などもありましたけれども、こういった昨日のような事案が起きて、大臣はその現在の日中関係はやはりその改善の基調にあるというふうにお考えでしょうか。現在のその認識お伺いしたいと思います。今回の事案については、まず尖閣諸島は我が国
にとって歴史的にも国際法上も固有の領土であり、政府として我が国の領土、領海、領空を守るため、断固として守り抜く考えのもとに、毅然かつ冷静に対応して、いかなければならないと考えます。同時に、この中国に対しては米国をはじめとする、国際社会と、連携しながら、このような緊張を一方的に高めるような行為、これを控えるよう、行わないよう、しっかり求めていかなければなりません。中国、日中関係全体については、この改善の方向にあると、認識をしていますが、こうした、個別の問題に関しましては、しっかりと、対応していかなければならないと考えます。はい、それでは先ほど手を挙げておられた、地引さん。日経新聞の地引です。中国は尖閣諸島の領有権を主張している中で、これまでに海上自衛隊の自衛官がですね、久場島と大正島の間の接続水域を通り抜けるような航路を取ったことは今まであるんでしょうか。ご指摘のこのルートで自衛隊が航行したことがあるかどうか、ちょっと私は詳細今手元に持っておりませんので、ちょっとそれは確認した上でお答えさせていただきたいと思います。はい、もう一点、過去にですね、ロシアが、尖閣周辺の接続水域を航行したということは承知してるんですけれども、その時に自衛官が追尾したということは過去にあるんでしょうか。まずですね、国際法上は、一般論として外国のこの軍艦が、この沿岸国の接続水域を、通行すること、これ自体は禁止はされてはおりません。その上で、ロシアの艦船を自衛隊が追尾したことがあるかどうかということでありますが、国際法上の解釈は今のと申し上げた通りですが、具体的に、過去どのような対応が行われたのか、これはちょっと、今手元で全てを把握しておりませんので確認をいたします。はい、どうぞ。大臣、フェニックステレビのリーです。はい、昨日のこの軍艦の件に関しては、中国国防部がですね、中国の軍艦が、自国の管轄する海域を航行するのは、合法的であり他国は言うことではないといた反応がありました。これに関しては大臣はどのように、見ていますでしょうか。まず尖閣諸島は、国際法上も、歴史的にも我が国固有の領土であります。中国側の独自の主張は全く受け入れられません。中国が尖閣諸島に関して独自の主張を行い、そしてこれまで公船による領海侵入等を行ってきた中で、今般海軍艦艇を我が国尖閣諸島の接続水域に初めて入域させたこと、これは緊張を一方的に高める行為であると考え、我が国として深刻に懸念をしています。我が国としましては、我が国の領海、領空、領土を断固として守り抜く、こうした考えのもとに毅然かつ冷静に対処してまいります。合わせて米国をはじめ国際社会と連携して、このような緊張を一方的に高める行為、これを
行わないよう、中国側に求めていきたいと考えます。関連ですか、はい、関係性をお願いします。すいません、はい、日本側が抗議をした後に中国の外交部から公式な返事はあったんでしょうか。もしあれば教えていただきたいと思います。抗議を行ですから、本日か本日のこの未明、2時に、佐伯あ本日じゃないや昨日の未明、午前2時に、佐伯次官から陛下大使に対して、重大なこの懸念を伝え、そして抗議を行いました。その際に、大使の方から中国の立場に基づいたこの反応があったと、報告を受けております。はい、栗原さん。NHK の栗原です。今回はですね、これまでその中国は漁船ですとか航船を尖閣諸島には接近させてきたりしたことはあるんですけれども、今回は軍の艦船だということで、その不測の衝突を回避するためにも、その海上連絡メカニズムの早期の運用開始というのが、に向けたその協議ということをなんか、急ぐというかお考えはありますでしょうか。またどのようにそういった枠組みを再開させるために働きかけていくお考えでしょうか。まず今回の行為については、緊張を一方的に高める行為であり、我が国としまして深刻に懸念をしています。その中で、ご指摘の防衛当局間のこの海空連絡メカニズムですが、これは昨年の11月行われました日中首脳会談において、安倍総理と、あの時は李克強、総理との間で、早期の運用開始に向けて、日中双方が、努力をしていく、こういった点で一致をしております。このメカニズムについては、こうした一致に、その両国首脳で一致した内容に基づいて、早期運用開始に向けて努力をしなければならないと考えます。大臣の方からその具体的に働きかけていくお考えはありますでしょうか。これは、ご指摘の点についてはもう首脳間で合意したことであります。これはその事務レベルにおいても、早期運用開始に向けて努力していくべきものであると考えております。はい、よろしいでしょうか。すいません、毎日新聞の前です。すいません、話変わってしまって恐縮なんですけれども、すいません、今月末に、日露の平和条約交渉が予定されていると思いますが、昨日そのロシアの軍艦も通ったということもあり、またあと、北方領土の、千島列島の方の軍事化も進められている中で、どのような成果を期待するか、お聞かせいただければと思います。日露の平和条約交渉ですが、これは、先月行われました日露首脳会談におきまして、今までの発想にとらわれない、新しいアプローチで、交渉を進めていく、こういった点で両首脳間で一致をしております。この、方針に従って、交渉協議を進めていきたいと考えますが、今のところ、6月後半に平和条約交渉を行う方向で調整中であると、承知をしています。ぜひ今申し上げたこの方針にのっとって有意義な議論が行われることを期待したいと考えます。はい、よろしいでしょうか。内容であれば以上で終了します。